ってるきっかけは高校生にもともと勉強してたんですよ。その時、まあ、成績が本当に良くなくて、まあ、ビリまでしてたんです。その時諦めて、まあ、日本語も勉強、まあ、しなくてもいいやと思ったんです。で卒業した後大学に入ってから軍隊に行ったんですよね。その時ちょっと暇になった時、まあ、偶然に本棚で日本語の本を見つけたんです。でその後ちょっと本を読んで、あ結構面白いなと、まあ、高校生時と思ったのと全く違う感じを感じて勉強し始めました。一番好きなのはワリカンですか。ワリカン、はい、ワリカンをする文化が一番好きと思います。韓国では、韓国では もともとなんか男性の方がちょっと払ってる、なんだろう、それ文化的な、ね、プレッシャーがあるけど、日本ではちょっと絶対にワリカンじゃないですよ。友達としても男性と男性としたらワリカンだけど、男性と女性なら韓国では割り勘しない場合が多いです。でも日本では、まあ、割り勘するのが、まあ、自然だから、それはちょっと楽です。生活で踊りだというか、ちょっと自分がちょっと日本の生活をする前に考えたことちょっと全然違うことがあったんですけれど、それが日本の女性は結構強いと感じたんです。例えば今日のことなんですけれど、電車の中で男性が倒れたんですよ。その時、まあ、男性、まあ、ちょっと周りはないですよ、ちょっと溜まってたんですけれど、もう周りの女性ばっかりちょっと非常バットを押してください、押してくださいと叫んで、男性はちょっと溜まってたんです。それちょっと見て、ああちょっと強いなって、なんか結構忙しくなって、学校終わってからバイト、ずっとバイトしてます。カフェでバイトしてます。イケメンカフェじゃないです、なんか篠込みにあるカフェなんですけれども、その普通のイケメンカフェと違って、なんかそん なんか変なことしないカフェというか、変なことはい、ちゃんと店長に教育されたし、変なカフェじゃないです。まあ、女性客も来るし、まあ、男性客もいっぱい来てますよ、ね。そこでなんか会計するとか、会計とかちょっとラテアートとか、すごい、こういうの作ってますし、あ楽しいですよ。直美さんに何度かサービスあげるのが結構好きで、話聞くのも好きし、好きだし、まあ、結構初級のレベルになって、まあ、普段に使ってる日本で生活するために必要な言葉を勉強しています。日常の言葉とか、ニュースによく出てる言葉とか、やっぱ上級のレベルだから結構雰囲気が、まあ、落ち着いてる感じというか、そうですよ、みんな全部一生懸命勉強してる感じ、はい、真面目に。まあ、とりあえず卒業してから建築デザイン学校に、はい、入るつもりなんで、その後、まあ、ちょっと日本の会社に就職して、韓国と日本とつながってるなんか仕事してしたいと思っています。今まで話聞いてくれてどうもありがとうございます。まあ、これからも日本の生活とか、まあ、バイトとか勉強とか頑張りますから、皆さんもぜひ来て頑張ってください。にゃー。